有肺類は、軟体動物複足綱の一グループである。有肺ウまメ、または有肺メとされることもある。ほとんどが陸性で、陸性軟体動物、貝殻を持つカタツムリと貝殻を失ったナメクジが含まれる。種数では、ほとんどが陸性である。ただし、原始的なグループには、海性、淡水性、あるいは気水性のものが多く、完全に陸性化した系統は限られている。 伸縮する触覚があり、目はその基部、または先端にある。外灯空が呼吸のための肺脳となっている。有肺類の学名は、ラテン語で、肺を意味するプルモに由来する。神経系が発達し、全脳がある。他の陸生肺類と違い、空口に蓋がない。水分を失うのを防ぐため、休眠時には、エピフラム・イピフラムという粘膜で空口を閉じる。 ブーシェイ・アンドラ・クロイを基本とし、他の情報を補足する。有敗類は古くは、複足類の3グループの一つだったが、複足類の分類体系の再編により、複足類の中のイエラ類の3グループの一つになった。しかしそれらも新たな再編を迎えており、現在の分類は安定していない。有敗類には4つの単系統が確認されている。 しかしこの4系統間の類縁関係は、これらを合わせた、有配類が単系統かどうかも含め不明である。新章有配類以外の3系統は、元元類ベイスサムマトファーにまとめられるが、今では便宜的な措置に過ぎない。元元類は海性か淡水性が多く、古くは海性の原子有配目アーキプルマノタと淡水性のハイエラメブランキープルマノタに分けられていた。 二枚まいまい状化と、からまつ害浄化を、サリサファラとすることもある。新生有害類はこれらの内最大の系統で、さら、ただしそのうちオカミミガイ浄化は単系統性でない、可能性がある。互いの類縁関係はほとんどわかっていないが、ガラガン類が最初に分岐した可能性が高い。オテナ浄化とオカミミガイ浄化を合わせて、海生類アクターファラとする説もある。オサムン類は、 ほとんどの種が殻を失い、なめくじ状になっている。殻ガ岩ガ類は有肺類の約95%を含む大きな単形等である。すべてが陸生で、水の少ない環境に比較的適応している。大触覚、小触覚の2体の触覚があり、大触覚の先に目がある。伝統的には、輸入管の配置により多額類、直輸入管類、極、 分類階級を割り当てる場合は、元眼目、さむ眼目、柄眼目を置くか、元眼目、新章優配目を置くか、古い分類では優配目のみを置く。分類によっては木に属さない上下が残る。ありがとうございます。